ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。どうもミルク佐藤でございます。今日もサッカーを楽しく見るためにということでこちらでございますと。いやー、国内の遺跡のお話していきましょう。お願いだ、もう連日ね、こうガヤガヤしておりますけどもね、いろいろ動いておりますね、先生ね。そうですね。はい、なんで今日もね、この表紙にもいろいろありますけれども、まあ、いくつかのね、チームのお話していこうじゃないかと。ああ、この人も。うん、ね、ありますからね。行きましょう。じゃあ、まあ、このチームから行きましょう。まずこちらと。出たよ。名古屋のお話でございます。はい。名古屋はちょっといろいろありまして、前回ね、中国は重慶からレオナルドというフォワードを取りましたって話がありましたけど、プラスですね、この週後半のところですか、福岡から重弘拓也選手、ミッドフィルダー、はいはいはい。そして湘南からレンタルトレードという形ですけど、長木亮太選手が名古屋にやってまいりましたと、というところでございますと。まあこれなんで、あとね、逆に阿部裕之選手が湘南へレンタルで行きましたと。こういうところでございました。はい、じゃあ、なんでこの、まあ、遺跡が起こったのってところをちょっと解説というか、まあね、いろいろ考察見ていこうかなというところでございます。はい、まあ、右上の方にですね、まあ、名古屋の今シーズン始まってから、まあ、インアウトまたは負傷みたいなところを、まあ、カレンダー的な感じにちょっと書いてみましたよと。で、その結果で、まあ、なんとなくわかることがですね、まあ、今回フォワードのレオナルド選手取ったのもまあそうっちゃそうですけど、まあ、仮にこのフォーメーションでやっていくよっていう風になった場合、ボランチがやや足りないけど2列目はやや充足してるみたいな状態ではあったんですよね。なるほどね。そうなんですよ。じゃあなんでボランチ不足してるって言えるかっていうと、元々の人数だったら特になかったんですが、やっぱり開幕序盤戦だったら長澤和樹選手の長期離脱ですね。そっか。これがちょっとでかい。なんで、今年の名古屋は、ダブルボランチとかまだやってない、ほとんどやってなかったですけど、やってなかったんじゃなくて、人数構成的にしにくかったっていう可能性が高いのかなと、思われます。で、ただ今回長木選手取ったことによって、レオシルバさんいますから、なんか見たことありますね。レオシルバと長木亮太のダブルボランチ。鹿島で見たね。あ、そうか、そうだ。なんかいいあったなって思ったら。なるほど、なるほど。そうなんですね。その辺のやりやすさもじゃちょっと計算に入れているかもしれない。そうなんです。いい発言をありがとうございます。もう一つあるのが。ほぼゴール前でもね、触らせてもらって。そこ入れるのがストライカーですからね。先行ってください。はい。次はですね、こちらです。仙道選手の下にこの重弘選手といいます。はい。こちらももともと京都でやってたコンビなんですよね。はいはいはい。仙道重弘って。はい。なんで、そういうところも踏まえてじゃないかな、こっちもと。先頭選手が、いわゆる、この中盤の前の方に立って、重弘選手がちょっと後ろのパターンってことも考えたかったんじゃないかな、とか。なるほどね。そうですね。こういうことでも取ってきた可能性が高い。そして、シャドウの方々にこうね、いろいろこう、前の方もやる、後ろの方もやる、サイドもやるとか、こう、全部いろんなこともやらせるんじゃなくて、レオナルド選手取ってきたことで、まあ、前は前、真ん中は真ん中、後ろは後ろみたいな感じで、こう、役割分担もしたいっていうことは、ありえるんじゃないかなと、思われます。なるほどですね。まあ、この二人取ったことによって中盤のね、いろんなこう汎用性というか、このワンアンカー、ツーシャドウ以外のこともできるようになったと、いうことを言えるのかなと。はいはいはい。という感じですね。なるほどな。まあ、あとはね、ちょっと怪我人組が、まあ、いつ帰ってくるかとかもあるかもしれないし、あとはないかもしれないけど、まあ、フォーバックへのシステム転換とかそういうこともね、あり得るかもしれませんから、まあ、後半残り10試合ぐらいのところでになりますけど、まあ、果たして名古屋どういうふうに長谷川健太監督が変えてくるかというところに注目して、いきましょう。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、続いて今度2つ目のチームいきましょう。こちらでございます。はい、ドン、湘南と、いうところですね。湘南先ほどお伝えした通り、長木選手がこのね、湘南から名古屋へ、レンタル移籍で行きましたと。その代わり名古屋から湘南に阿部裕之選手がレンタルでやってまいりました。この意図ですよね。そういうことですね。で、そう考えるとやっぱりね、さっき長木選手で言ったけど、レオシルバ選手とのっていうそこの関係性は名古屋の方で見受けられたし、逆に阿部裕之選手の方も、今、湘南の監督である山口さんと、2016年にガンバで一緒に戦ってはいるんですよね。なるほど。強化部っていうところと、まあ、選手っていう立ち位置は違いますけど、もしかしたらなんかそういう関係性で取ってきたなんてことも、あり得るのかなというところです。あともう一個この阿部選手、じゃあなんで湘南取ったんだろうって気になるのが、
阿部裕樹選手ってもともと中盤だったらとか前の方だったらどこでもできる人だし、あの枠内決定率とかもめちゃくちゃ高い人なんですけど、うん、スコアラーといったらやっぱ町野修斗がこのチームにはいるはず、はい、ただ町野選手が先日お怪我しちゃったんですよね、うん、そうか。それから出れてなくてまだリリース出てないってことはもしかしたら短くない可能性を考えたのかな。なるほどね。うん、それだから中盤じゃなくて、それこそ中盤の選手一人打ってでも決定力の高い人を前線に欲しかったっていう可能性は。なるほど、なるほど。うん、あるのかなというところでございます。そしてもう一人実は湘南にはあの、獲得というか移籍がありまして、うん、サガン鳥栖から今左ウィングバックに入れましたけど、中野義弘選手がやってまいりましたと、はい、あのこの移籍個人的にはすごく意外だった移籍な部分がありまして、もともと去年の頭札幌から鳥栖にあの移籍したんですよね中野選手、うん、で中野選手はあの佐賀出身なんですよ。はい、だからまあ残りあとね、あのまあもうアラサーぐらいなので、もしかしたら鳥栖でやられるのかなって思ってたら湘南が取ったという今年の形になりましたから、うん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 、もしかすると今ウィングバック左にこれで中野選手含めて3人、右にも3人いるので、誰かに実は他で移籍の話があったから中野選手取ったっていう可能性ももしかしたら湘南はあるかもしれない。じゃあこれからアウトの情報が出るかもってこと？そういうことですね。やっぱりこれ左側にこういろいろね、メンバーバーって名前入れてますけど、はい、下見ていただけるとちょっとちっちゃいですが、うん、レンタルで出てる選手も入れると、湘南今44人在籍してることになるんですよ。おー、それはそれは。ちょっと多いですね。ねえねえ、うん。うん。こんなにいるチームあんまいないのって、J リーグ歴史紐解いても。だもしかすると、やっぱり人数あえて増やしたってことはちょっと考えづらいので、うん、まあ移籍の可能性かなんかっていうことの方があり得るのかなと個人的には思いました。はいはい。ありえそうなのがね、この間もアンダー20日本代表呼ばれてましたが、畑選手とかね、うん。もしかしたらそんなこともあるのかな。ああ、なるほど。ああ、そこが色濃い感じか。はい、そうですね。なるほど。だったら、それこそね、海外とかって可能性もね、考えられなくはないので、うん、まあ、そのあたりはちょっと状況また追っていきましょうというところでございます。はい、はい。他はちょっと、シートは変わらないんですが、他にもいくつか移籍がありまして、うん、まあ、アビスパ福岡ですね。はい、に、フォワードのジョンマリ選手が、はい、ある意味では帰ってきましたと。うんうんうん、完全移籍で、この間の冬に中東行ってたんですが、もう一回福岡は買い直したという感じになりましたと。はい。はい、他にも7月8日の朝にあったんですが、ガンバ大阪、飯野良太郎選手が戻ってまいりましたと。うん、うん。うん。まあ、こちらもね、3年ぶりの復帰ということでございます。うん、そしてあと仙台にですね、そのガンバ大阪から、レンタルという形で、センターバックの佐藤陽太選手が移籍しましたと。うん、仙台ちょっとディフェンダーの若狭選手が前日3ヶ月の怪我を負ってしまったので、ディフェンダーが足りなくなっちゃったんですよね。うんうんうん、それでの佐藤選手獲得だったと思われますと。なるほど。いうところでございます。なるほどね。動いておりますね。これがね。はい。七夕付近に起こったいろんな遺跡の数々でございましたと。なるほど。詳細な分析ありがとうございます。未来予測からね。ありがとうございます。さすが名探偵ありがとうございます。ありがとうございます。皆様どう思われましたか、はい、ということで、ぜひコメント欄に書き込んでいただきたいと思います。今日もありがとうございました。ということで、ミロアカ毎日やってるんですよ、はい、ということで、朝晩出してますので、ぜひね、動画見てください。ということでございます。はい。そしてお知らせです。こちらですね。ライブがあります。高円寺で7月29日にやりますんでね。うん、8日にチケット発売しております。詳しくは概要欄もご覧ください。そしてオンラインのね、ライブもやろうと思ってます。そちらの発表はちょっとお待ちください。ということでございます。はい、ということで当日はね、グッズ販売なんかもしようかと思っております。そちらもよろしくお願いします。そしてゲストはサッカーライターのいいよのあっちゃんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。淳さんでございます。よろしくお願いします。ということでございまして、はい、また聞いてください。二の山でした。ノーミルクサトウでした。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ありがとうございました。